リュクサンブール宮殿の前でくつろぐ人々、リュクサンブール公園は、フランスのパリロックにある公園、リュクサンブール庭園と訳されることもある。1612年に、マリード・メディシスが、ジャック・ボワソーに命じて、リュクサンブール宮殿に付随するものとして造園された。東領政府機以降、元老院の敷地となっている。元老院の儀じとは、 庭園北端のリュクサンブール宮殿に入っている。リュクサンブール公園は、元老院の庭園にあたるが、一般に公開されており、パリ市民の憩いの場の一つとなっているほか、観光名所にもなっている。224,500平方メートルの広さを持ち、うち21ヘクタールが公開されている。パリ市内では、ラビレット公園、チュイルリー庭園、ビュット消門公園等に次ぐ、 最大級の公園である。日比谷公園は16ヘクタール。リュクサンブール公園には、幼い子供とその両親向けに、フェンスで囲まれた、広い遊び場がある。操り、人形の劇場や、メリーゴーラウンドもある。時には、ポニーの騎乗を楽しむこともできる。無料の音楽公園が、広場のガゼボで開かれ、木陰の、こじんまりとした、手ごろなレストランでは、 多くの人々が屋内外で音楽とワインを楽しんでいる。庭園の穏やかな雰囲気はよく知られている。小さな池では子供たちがおもちゃのボートで遊んでいる。池の周りにはかつてのフランス王妃の像が並んでいる。パリ国立高等工業学校と劇場のオデオン座がリュクサンブール公園に隣接している。開放時間は季節によって変わり。 開門は7時30分から8時15分頃、閉門は16時45分から21時45分頃となっている。庭園の東にアラービーセンのリュクサンブール駅がある。自由の女神像、アントワーヌ・バトウの記念碑。アンリ・デジレ号機映作。1896年。庭園のあちこちに合計100以上の彫像、記念碑、噴水がある。 中央の緑地の周りには、歴史上のフランスの王妃と女性の聖人の像が20、ほど、台座の上に立っている。この中には、ジャンヌ・ダルブレ、ブランシュ・ド・カスティーユ、アンヌ・ド・トリッシュ、ルイーズ・ド・サボア、アンヌ・ド・ボージュのものもある。他の彫像は、以下の通り。天文の泉リュク・サンブール公園の南端、マルコ・ポーロの庭に、1874年、 天文の泉が作られた。この泉は1867年、アベニューデ・エル・オペケルブ・トワールの開発に伴って設置された。ブロンズ製の泉は、4人の彫刻家によって制作された。ルイ・ビュミノは、噴水の土台周りのガーランドフェストーンを制作した。動物を得意とする彫刻家、エマニュエル・フレミエは、8頭の馬。 海亀、水を吹き出す魚をデザインした。ジャンバティスト・カルポーは、最も重要な4人の女性の像を彫刻した。この女性像は地球を支えており、アフリカ、アメリカ、アジア、ヨーロッパの各大陸を象徴している。ウジェーヌ・ルグラン、友人・ラグレーンは、女性が支える球体の王道12宮の帯などを、制作した。ありがとうございます。